夜勤明けの火曜日、ぴょんぴょん代々木公園に行きました。夜勤明けでとうとう代々木まで来るようになっちゃった。大丈夫かママ。おとといはどこ行ったんだっけ。あ、高尾山行ったのに。新緑が綺麗です。張り切ってます。代々木どんだけ養生するねん。もうめっちゃ葉っぱ生えてんのに。代々木の真ん中の広場はまだ入れません。もうめちゃくちゃカラスの楽園になってるんですけど、いつになったら入れるんだろう。養生中とかもう十分養生したと思うんだけどなね。いや、楽しい楽しいね。サブちゃん、うわー、びちゃ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 、まだあるんだぬかるみねえ。アスファルトの上暑いからさ、土のところ行こうか。いっぱい歩いてるよ僕たちもね。ちょっとね休憩したんだけどね、ママちゃんの持ってきたボールはトンして食べなかったよ。人参持ってこないからね。人参持ってくればよかったね。気まぐれさん。